さんです。The national anthem of Japan will be performed by Ms. Akemi Sakamoto.いよいよ開幕です。東アジア選手権、東京国立競技場、日本対中国、まもなくキックオフです。東京オリンピックの時から幾多の名勝負を見つめてきた聖火台、寒風に負けず冬の夜空を焦がすように本当に美しい炎を上げています。こちらは東京の国立競技場です。サッカーの新しい波は東アジアから。東アジアを代表する4つの国と地域が覇を競い合います。記念すべき第1回大会、東アジア選手権2003、今日から開幕です。これからお伝えするのは日本対中国です。さあ風間さん、はい、なんといってもジーコジャパン初タイトルへという大会です。そうですね、システムも今日は違ってますから、どんなサッカーを見せてくれるか楽しみですね。今日の主審はシンガポールのマガリンガムさん、副審がシンガポールエミルさん、マレーシアイサークさん、第4の審判マレーシアハミドさんです。まもなくキックオフ。左に日本、右に上下白中国です。前半のキックオフです。2003年12月4日午後7時16分のキックオフです。記念すべきキックオフ。さあ、そのジーコジャパンになって初めての3バック、風間さん、どう機能するか、ジーコ監督は相当に自信を持ってらしたようですが。そうですね、特にチャンスですね。これはどうだ、大久保が飛び込んでいった。そして久保、久しぶりにこの代表のピッチに戻ってきました。まあ、今のような展開ありますよね。久保が、はい、ターゲットになって、その背後に大久保のスピードを生かすと、今のようにうまく、ね、スペースを使い分けましたので、これも一つ見どころだと思いますね。確かに今回はこのジーコ監督も、それからサッカー協会の方もギリギリまで努力をしたんですが、ヨーロッパでプレーをする選手たち、中田英寿キャプテンですとか、中村俊輔ですとか、稲本ですとか、そういうメンバーは呼べませんでした。しかしだからこそこのゲーム、余計に何か大切な気がいたしますが。そうですね、それとやはりここに立ってる、ピッチに立ってる選手たちの個性というのも、これ相当素晴らしい個性があると思うんですよ。ですからこれを生かすために今日後ろから 3-5-2 というシステムにしたと思うんですよね。特に両サイド、サントスとそれから山田ですね、チームでやはりウィングバックやってますんで、サイドバックではなくて、はい、もうちょっと前のイメージのウィングバック、ね、サントス、はい、アレサンドロ、アレックスにボールが行くか。これは中央でキャプテンマークのリーホーがカットしていきました。ですから、まあ選手、今いる選手の個性、小笠原ですを生かすという上では、このやり方フィットするという考えなんでしょう。大久保にボールが通ればというシーン、体を入れた、ここはリーホーです。かつてプレミアリーグのエバートンにも席を置いていましたこのディフェンスリーガー、現在は深センでプレーするリーホー。大久保とのマッチアップでした。さあ、日本スローインはアレックス、サントス、アレサンドロです。一度返して遠藤です。小笠原、小笠原もね、トップ下ということで、はい、まあ、最前線の2人の後ろに入れるということで、やはり彼の攻撃力、これが生きる場面が多いと思うんですよね。久保です。いいですね、引っ張られても大久保、この高い位置に山田がいられます。まあ、これ本来両サイドが得意な位置ですからね。福西、小笠原です。プレッシャーがない形で受けた、縦に久保に送ったところ、これは小泉派が狙っていました。近いところね、はい、久保に出しましたけども、大久保がうまく、ね、逆サイド取ったんですけどもね、最終ラインの定置がそのまま上がっていきます。中澤が行く、力よりも先に向かいました。このカバー大切ですね、はい、3バックですから、どうしても中央の宮本が引き出されたとき、その背後のカバーをどうするか、これ今中澤がうまくね、左サイドからカバーしましたけども、
すごく大事なところになると思いますね。青島さん、はい、どうぞ。ピッチサイドですがね、しんしんとこの時間冷えてきましたけども、あのスタンドも全くこの時間隙間がなくなってきましたね。そうですね、ずいぶん埋まってきました、はい、で今3バックの話をされてましたがね、あのアレックス選手はあの、まあ、彼もエスパルスでやってますから違和感はないと、100% のコンディションではないけれども、あのコンビではないけれども、いいパフォーマンスでやりたいと、ぜひとも優勝したいというふうな話をしておりますね。それとハン監督が見たあのアレックス、3月のチャンピオンズカップの時の準々決勝清水大連戦で見て、その時に驚愕を覚えたということで、かなりアレックスに対して今日はマークが厳しくなるんじゃないでしょうか、という日頃清水エスパルスと共に歩んでいるテレビ静岡渡辺アナウンサーのホットなリポートですが、そうですね、あの清水エスパルスはアジアチャンピオンズリーグの方にも出場していましたので、そのあたりで他のアジアの国から注目される要素が風間さん余計にあるということかもしれません。 そうですね、そのアレックスです。ですからアレックスが今日特に相手も3バックで来てますんで、特に真ん中センターを余らして一つ深い位置にいるんですね。ですから片方のサイドにこのリベロを寄せたいんですよね。そうすれば当然逆サイドが空く、あるいは逆サイド遠いところで大久保、それから久保というね強いフォワードがフリーに1対1になりますから、ここ使いたいですよね。日本のフリーキックです。小笠原かアレックスことサントス・アレサンドロか、そしてそこに遠藤も蹴れますからね。これ面白いですね。かなりキーパーとの間空いてますから、うまく飛び込むと、ね、チャンスがありますね。ペナルティーアークのあたりに両チームの選手が固まって、はい、ゴールキーパーとの間はこの辺のように空いています。グラウンダーややミスキックか、中国のボールです。ここは1人かわして上がっていくか、カットをした、チャンスになる、日本、久保、久保決まった、ギラゴール、久保、日本が早々と先制。手元の時計は前半の5分、久保らしい最後のタッチでしたね。そして久保も、そしてチーコ監督も一瞬の笑顔。一番風間さん、はい、取ってほしい人が早々決めた、こんなことは言えないでしょうか。そうですね、やはりフォワードが取るというのは大事なことだと思いますけども、その前に小笠原キックはミスキックしましたけども、はい、ここよく取り返しましたね。そして取り返して、空いたところに、はいはい、これね届くんですよね、久保は。しかも大久保も今背後狙いましたから、この2人の姿勢ですね、とにかく相手の裏を狙っていくんだ、このポジショニングも良かったと思いますし、それによってこの久保のやはり身体能力の高さですね、相手が出てきても届かない位置にあの足が届くと、彼らしいゴールですね。ゴールの瞬間のジーコ監督を今映像ではご覧いただいています。久保達彦、ようやく生まれました、彼にとっては代表初ゴールです。出場は実にあの去年のワールドカップ直前のご覧のチャンネルでお伝えしたノルウェーとのアウェーゲーム、あの風間さんも長坂アナウンサーと遠征をして中継をなさっていたあのゲーム以来の出場なんですが、そうですね、ただもう今本当にあの自信も持ってますし、あのサッカーがすごく整理できてるんじゃないでしょうかね、はあ、まあ、なんといっても直前の J リーグの最終戦、奇跡の逆転をしての完全優勝に F マリノスを導いた、はい、あのゴールを挙げたのもこの男ですし、まあ、怪我が心配された久保ではありましたけれども、こうして結果を残した、かつてサンフレッチェでプレーをしていて、風間さんのその意味では後輩でもある久保選手、これは大きな試合になるかもしれませんが、ですから彼の身体能力というのはこれも誰もが認めるところだと思うんですけれども、そのどこで生かすかということだと思うんですよね、はい、今彼はあの中央本当にゴールに近い位置に位置してましたけども、この回数を増やすことで当然相手には脅威になる、それから味方には大きな武器になるということになりますよね。さて今早々と失点を喫した側の一方の中国ですが、ずっとここまでは4バックでやることが多かったんですが、実は今回来日してすぐの練習、私も取材したんですが3バックに変えていたんです。でそれについてアリハン監督あたりは3バックの方が各クラブでやっているからできるというふうに言っていたんですが、それを割られたから久保ファウルを止めた、イエローカードがこれは出されそうです。今大久保がねボールを持ってサイドを引き出した、サイドのストッパーを引き出しましたね。そしてそこに今度は久保に対して一番後ろの選手が出てこなければいけないということですね。ここは勝負どころですね。ちょうど逆三角形のような形になっているんです、最終ラインが、はい、3人のディフェンスですけども、それを中央をできるだけ同じラインにしたい、あるいは中央の選手を引き出すことによって今度は背後をつくと、おっと、ね、タイミングを外して今ここは小笠原が狙っていきましたが、ゴールキーパー劉雲飛でした。小笠原光雄、彼も連戦の疲れ、
太ももの付け根というかお尻のあたりの筋肉を痛めていたり、まあ、先日のカメルーン戦も代表辞退せざるを得ないほどの状況ですが、しかしこの大会にかける思いというのは相当あるようです。これ今の追い込み方も面白いですよね、あのフォワードが2人とも3人ですからディフェンスが両サイドの選手について真ん中の選手にボールを持たせた、そこを小笠原が取りに行くんでね、もし取れたらそのままいけますから面白い取り方しましたね今ね、あのファウルになりましたけども。中国はやり慣れてはいない3バック、真ん中に定置が入っているようです。これはどうだ、前に背負ってカッカイと飛び込んでいく、笛はありません。中央空いてますね山田、その中央を見た久保がそこにいます。大久保も少し下がった位置、うん、今のところに通れば今度はそこから小笠原が出てこれるんですよ。いいとこ見てますけどもね、はい、キャプテンリーホー右に散らしていきます。リキがターゲットになりますが中澤が密着していた、もう一度中澤がさばきます。アレックス、そこにジョウンリュウです。あとは一つ、あの山田の方はねかなり長い距離を動くことであのスペースを作ったり自分で使ったりすると思うんですけれども、アレックスのバロメーターとしてやはり一つ彼の動きですよね。その動き、先ほどのゴールシーンをご覧いただいています。これ取った瞬間に2人が狙いましたよね、2トップが。どうしてもゴールを決めた久保の方に目が行きがちですが、風間さん再三ご指摘の通りその後ろから大久保も来ていることがこれ大事ということでしょうか、はい、この2人の速い2トップ、これが常に後ろを狙うと、この動きでね相手の背後を狙うということがやはり一番このチームにとってはプラスになることじゃないでしょうかね。遠藤です。各回答長春鉄ワンツーの形、長春鉄、副審のフラッグが上がりました。これはどうでしょう、日本の選手にイエローカードが出そうです。中澤が今長春鉄ドリブルで突っかけたところを倒したということでイエローカードが出されました。ですね、ちょっと股を抜けてしまいましたかね、ボールが。この今言った長春鉄はコリアジャパンのワールドカップのメンバーの一人、アリーハン監督の下でも全ての試合にフル出場しているという、まあ、いわばキープレーヤーと言われる存在。その長春鉄が自ら狙っていくか、あとは高さですね、怖いのは。確かに中国高さがあります。逆サイド飛び込んだ、確実にボール出しましたね。今悩むところだと思うんですけれどもね、奈良崎の判断です、はい、最後おそらくリーホーの頭だったでしょうか。2人もつれていって、しかし奈良崎セーフティーファースト、まあ、これもしそのまま見送ってバーに当たって跳ね返るということは十分ありましたからね、いい判断だと思いますよ。少々風が強くなってきたかもしれません。国立競技場メインスタンド側から長春鉄の右足です。奈良崎、あっと、カッカイド、小笠原クールです。小笠原、宮本が追い越していく。小笠原、あっと、2人に寄せられた、バックパス、奈良崎、落ちてますね。小笠原らしいこのクールな判断、はい、ジョンリュウです。この人もコリアジャパンワールドカップメンバー、周回品はかなり若いプレイヤーです。中国では A マッチ最年少での代表デビューを果たしています。アリーハン監督のもと、中国のここまでの出方ということでなかなか伺うチャンスがなかったんですが、こちらについてはいかがですか。はい、早い時間に点を取られたということで、やはり後ろから考え方を始めたと思うんですよね。点を取られずに、点を取られずにサッカーを進めていこうということ、これがいきなり日本の先制点で崩されましたから、今度は思い切って両サイドも上がってきてますし、中央に身長の高い力ですね。ですから入れてますんで、そこを狙ってくると思うんですよ。少し姿勢が変わりましたね、立ち上がりからすればですけど、はい、リキはオフィシャルの資料ですと170センチ台ですが、手元の調べでは184というデータ、大きいですよね、はい、おっと、山田に対して今陽白、浦和レッズの山田です。そしてこちら陽白、北京現代のプレーヤー、この人もワールドカップのメンバーでした。遠藤康、これはそのまま見送るか。今の久保のとこでも、ええ、面白い狙いではあるんですけれども、その一つ先サントスのところでも面白いですね。サントスアレサンドロ、
楊博、後ろを見ながら張俊哲、狙っている、大久保が完全に狙っていました。小笠原も残しを図りましたが、大久保の時点でファウルを見たようです。今日の主審がシンガポールのナガリンガムさん、42歳。立ち上がりの相手にボールを奪われた時の守備の連動性が非常にいいですね。楊博です。ですから今のところ後ろの3人のディフェンスが孤立して守る場面はないですね。あ、こういうところもしっかりプレッシャーかかってますよね。前でのプレッシャーが機能しているので、はいはい、だから全体として何かこうがっちり噛み合っている感じが、そうですね、こうして生で実況席から見ているとそんな感じを強い受けてしまうんです。最終ラインが狙いを持って今のところは言ってますけどもね。初めての3バックがどうなのかという意味でも大変に注目されます。国内組だけで少なくとも今日のメンバーは構成されています日本代表です。まあ、あとは韓国戦に現在はユトレヒト、オランダでプレーをしている藤田俊也が合流するということですが、しかしまあ選手たちにとってもこれ大きなチャンスですしね。その通りですね。自分たちもこれだけできるんだという、はい、そして来年になれば長く苦しい道のり、日本にとっては久しぶりのアジアの予選というものがやってまいります。はい、考えてみたらほとんどのメンバーが経験していないんです ね。 そうですね。ワールドカップ予選にしても、はい、あるいはアジアカップの予選というのも先々にはあるわけです。あの前回の試合でもやはり藤田がね、はい、自分の力を十五監督に示しましたよね。そうですね。そしてチームの中の信用も得てますし、それによって今度はチームの底上げにつながるということではこの大会は本当に重要な大会になると思いますよ。確かに外国でプレーをする中盤の黄金の中盤と呼ばれる選手たちは素晴らしいものを持っていると思いますが、はい、しかし全体の力を上げていかないと。そうですね。それとやはり、今日はまたこの選手たちの個性に合ったシステムという判断で十五監督がサッカーさせてますから、そういう意味ではこれは一つ武器になると思うんですね。これは、はい、あのただ彼らの替えではないということですよね。何か静かな地に足のついたプライドがこのピッチ全体から寒空をついて上がってくるような、はい、そんな気がして嬉しくてなりません。ただまだゲームは立ち上がりの15分になるかならないかというところまだ分かりません。本当に自信を持ってね落ち着いてやってますよ。ここまでは素晴らしいゲーム展開と申し上げましょう、はい、日本代表。しかし相手は来年以降のやはりワールドカップの予選であり、それからあのアジアカップは地元中国の開催です。そこに向かって新しいチームへの大事なステップを踏み出していきたいとアリー・ハン監督も語っている中国代表。ワールドカップは初めての出場をコリアジャパンで果たしたんですが、満足な成績は上げられませんでした。そして監督がミルチノビッチさんからアリー・ハンさんに代わって新たなチーム作り、ところがそこにあの新型肺炎 SARS の影響ですとかさまざまな難しい問題があって満足に調整試合それから親善試合もできなかった中国です。ですからこのアジアの中でのレベルを知る上では大事な試合だというふうに昨日もアリー・ハン監督は語っていました。さあその中国楊博です。ここは福西が対応します。中もしっかりついてますね。ディフェンスはジュビロ磐田の福西です。ショートコーナー入りスタート中国です。来ますよ。張俊哲逆サイドアレックスのクリアです。ここは今小選派でしょうか、思い切り大久保の首を捕まえてファウルにしました。大久保嘉人です。キャプテンマークは今日は宮本、中澤、この人も F マリノス完全優勝メンバーです。中澤上がっています。遠藤が逆に下がっています。日本ボール、大久保遠藤スルーパス、これはカットしてジョウンリュウです。ジョウンリュウにしてもヨウハクにしてもここまでの試合は少なくとも私が知る限りではもう少し前目でプレーをするプレイヤーですが、今日はちょっと下がり目という印象がいたします。いかがでしょうこのあたりは。やはりアレックスに対しての注意をかなり言われてるんじゃないでしょうかね。彼がいる場所に彼らはいますよね。相手に対する対応、はい、先ほどそのアレックスというプレイヤーについてのアリーハン監督の見方、ピッチの渡辺アナウンサーからのリポートがありましたが、はい、やはりそのあたりを警戒してということでしょうか。ありますね。ですからアレックスが下がれば彼も高い位置に上がってきますね。逆にアレックスが高い位置にいればそれに ある一定の距離を置いて下がるというふうにしてますので、これがすごく深い位置に見えますね。福西です。青島さんどうぞ。まあ、早く点を入れたせいもあるんでしょうけれども、はい、ジコ監督今日は非常に落ち着いてますね。大声を出したのが1回、
山田のビスを呼び寄せて耳打ちしたのが1回ですね、はい、それと3バックの話なんですが、宮本選手の話では、はい、中澤と坪井が前で自分はかなり下がると、いわゆるフラット3という形ではなくて、まあ、何か古式ゆかしいスイッパースタイルというかですね、そういうイメージだというふうに話してましたね。今そういう渡辺アナウンサーのリポート、私もそれ風間さんにぜひ伺おうと思ったんですが、はい、かつてフィリップ・トルシエ監督の下でやっていたフラット3とは今日のフラット3は違う気がいたしますが、もう明らかにチャンス、ね、久保、久保、久保、その前にハンド取られましたね。先に手に当たっていました、はい、ペナルティーエリアに入ったぐらいのところでもう手に当たっていて、ただこの歓声ですから久保には笛は聞こえなかったようです。青島さん、はい、中国の方が早くもメンバーチェンジのようですね。14番の劉金東がスタンバイしてます。はい、これはどう見たらいいでしょうか。14番のミッドフィールダー、時にはディフェンスにも入りますシャントンの劉金東、怪我をした選手がいるようにはこの放送席からは見えないんですが、何か戦術的なことなんでしょうか。これも抜ける。キーパーはペナルティーエリアの外、リュウンヒです。完全に今この久保に対してそのディフェンス陣が中国相当手こずっている、その辺の修正なんでしょうか。あるいはもうすでにスタンバイができています。5番のキメイギを下げます。大連実徳のキメイギを下げて14番のリュウキンと、まだ19分です、前半。そして今その交代の間にベテランフォワード角海東がスタッフ、メディカルスタッフを呼んでベンチ前で何か右足のあたりを気にしています。スパイクを一旦脱いでしまっています。ピッチの外、ベンチの前です。ちょっとこれは私たちも劉金東がどこに入ってどういう形に変えてくるのか、ぜひともこのあたり風間さんにご指摘をいただこうと思うんですが、今は一時的に角海東が治療中ということで10人の中国です。はい、やはり中盤それからサイドの手直しだと思うんですよね。はい、まあ、立ち上がりこれは失敗というふうにアリーハン監督は判断したんでしょうか。その誰が悪いということではなくてやり方の失敗というんでしょうか。そうですね、どっかの部分で、ええ、やはり思ったようにいってなかった、まあ、特に何本かね、ここはもう先ほどのね最終ラインの宮本の話が出てましたけども、ええ、彼はそのスイーパーというよりもやはりフリーマンとして相手をかぎ回す役目もしなければいけませんし、要するにアシュラインの自分たちの前に相手を置く努力ですね、今のように上げたり下げたりすることで、それからとにかく1人余ってカバーリングですね、今もやってますよね。本当に何かこういい形で機能しているなというふうに、その何か言葉になりにくいんですけれども、ええ、うまくいっている感じがそのピッチ全体から伝わってくる不思議なもんです。そうですね、ですからボールを持って前に出ていっていくようなリベロというイメージはないですけども、ええ、最終ラインをコントロールするフリーマンとしてはリベロという言葉が合うでしょうね、スイーパーよりもね。ですから自分の判断がものすごく大事なポジションになりますね、宮本のところは。はい、そのあたりの判断という部分ではやはりこの人はこの J リーグの中でもかなり評価の高い人ですし、はい、そしてなんといっても誇りのオレンジ色のキャプテンマーク、キャプテンシーの塊のような存在です。さあクロスが入る、これはどうだ。この1対1を気をつけなきゃいけないですね、そのあたりは。しかし、はい、坪井がいて中澤がいて、はい、それとね、今日の日本代表の3バックのこれ両方ともですけどもね、アレックスもそうですし山田もよく自分のサイドのことを分かってますね。中央の3人が片方に寄せられたときに必ずペナルティの反対側に大きな穴ができるというところにしっかりカバリング来てるんですよ。ですからこの辺は慣れているポジションだなということはすごく感じますね。角海東はまだご覧の通り治療が続いているんですが、そろそろもうスパイクを履き直して入れるでしょうか。もう入りそうですね、はい、逆に、ね、中国の方は両サイド人についてましてカバーリングがあまりないんですよ。ですから3ラインのボールから遠い方のセンターフォワードが開くんですよね。そこを使うといいんですけどね。坪井から縦に送りますが、これはオフサイドフラッグ、ファウルがあったようです。久保のファウル。時折このピッチ全体をなるべく広く映すような映像もご覧いただけていますので、そのあたりにまた風間さんに今のお話をして聞いただこうと思いますが、その両サイド山田、アレックス、サントス・アレサンドロですね、その高さのバランスというあたり、今これが山田、その向こう側のアレックスはここはまだ上がってはいませんでした。角海東今入りました、はい、
代表初ゴールを挙げました久保達彦です。横浜 F マリノス、遠藤です。ガンバ大阪、福西、宮本、スピードで相手が迫ってきますが、福西、山田へ。しかし体格では勝る中国、楊博が迫ります。角海斗を捌きます。そして若い周海浜です。周海浜センター行きますね。大久保も今しかしボールに対してプレッシャー、角海斗ボールを集めてくる構えか中国。先ほど入ったばかりの劉金東です。そして楊博縦に送る、しかしここは坪井タッチに出します。そして日本ボール。今のところ中のズレはないですけども、やはり早い段階で中に入れられたときに中央で1対1になる場面がありますんでね、あの相手のセンターフォワード福西、前が空いている。そこは注意するべきでしょうね、キャプテンリーフォーです。ここもしかし小笠原がチェック。前線からプレッシャーがいい形で効いている、そんな風に見えます日本代表。小戦派、蹴らせなければいいですね。ここは山田の寄せはファウルと取られてしまいました。ターゲットの力には今中澤、そして今逆に坪井が下がって対応します。このこぼれ球に注意したいですね。こぼれ球ですか、はい、ちょうど真ん中の微妙な位置にベテラン角海斗が張っています。気づいてアレックスがマークをした。さあ蹴っていった長春哲、逆サイドヘディング、中澤が競った。そして小笠原、はい、まだ中国の支配です。長春哲、長春哲、小笠原、キープレイヤー同士、中盤のキープレイヤー同士のマッチアップです。楊博なんとか残す。長春哲にもう一度当たります。大久保もローを惜しみません。その大久保、しかしここはかわしていく。長春哲開いて楊博、よくじっくり対応しましたね。ここの狭いエリア3人対3人、はい、どちらも譲りませんでしたが、そうですね、今山田もはたかれた後にボールに行かずにちゃんとマークについていましたね、はい、山田、小笠原、そしてフォワードの大久保もここは本当にローを惜しみませんでした。いい集中ですね。立ち上がりの25分を経過、早々と先制した日本。戦い方、やはりこれ結果も内容も問われる、これが今回の第1回地元開催の東アジア選手権。そう思いますね、まあ、そういう意味では本当にいい相手だと思いますね、何しろこれは4つの国と地域、日本、韓国、中国、そして香港なわけですけれども、どのチームも今年最後のこの国際大会公式戦ですから、いい形で締めくくりたい。それはもうどこも同じなわけでして、当然ただ今日のこの3人のディフェンス、それから5人の中盤、それから2トップという形にしてもね、やはり個性を生かすため、それからリフォームあります。しっかりお互いに理解するという意味では本当に大切な大会だなというのは再認識させられますよね。リフォームが縦のボール、若い周回品が行ったんですけれども、あ、失礼、これは力が行ったんですが、オフェンスのファウルを見ました。中澤の対応でした。本当にあの外側でプレーさせた分には怖くないですけどもね、やはり中央1対1の空中戦の対応というのはすごく難しくなると思いますから、そこは今のところでうまくコントロールしてますけどもね、日本代表の最終ラインで。楊博です。控え位置から遠藤のカット、いいですね、遠藤と福西もね見えないですけど、ものすごくいい、あのディフェンスをしてるんですよ。本当に何かこうしてお伝えしていて、不思議と方が緩むの自分が不思議でなりません、うん、でもそういう内容の日本の今日のサッカー、安心して見てられますね、確認ですが中田英寿もいません、はい、中村俊輔も小野伸二も稲本潤一も今日はいないんです、はい、ただ本当にチームというのは機能すればこれだけの子がいるということですね、はい、確かにまだ相手の中国も来年以降に向かって新たなチーム作りをというまだその手前の段階というふうに見れば見ることもできるんでしょうけど、しかしプライドのほとばしる大会です。これまでの歴史もあるわけです。東アジアの良きライバル、良きパートナーです、うん、ついてますね。今も最初にしっかりついてたんで、縦にパスが入らなかったですね。リーホーからここはやや開いたところに定置がいます。定置、もともとはミッドフィールダーです。定置ドリブル、この辺りはやはり若い中国の代表チーム選手たちテクニックあります。さあワンツーの形で前で受けた、ここはよく粘りました遠藤。
しかしもう一度拾っている長春鉄、うん、ここから攻めたいですね。小笠原スライディング来る、残す小笠原、笛が鳴る、日本ボール。守備の方が、ね、悪くないと思うんですけれども、取ったボールをやはり前線につなぎたいんですよね。ここ小笠原のテクニックで、ね、なんとか持ちこたえましたけども、本来であればもう一つ前につなげて早い攻撃を仕掛けると、そこを少しずつ守りながら狙ってほしいですね、はい。青島さん、どうぞ。このところ言われている日本のですね、ピッチの中での声なんですけどね、今日は比較的よく出てますね。あ、そうですか。宮本、坪井、それから中盤の福西、この辺りですね。遠藤、アレックス、アレックス対ジョン・リュー、アレックス、やはりサントス・アレサンドロ、アレックスはこの位置が合ってるんでしょうか。逆に4人のディフェンスやって、自分の中の判断というのが一つ膨らんだんじゃないでしょうかね。小笠原、ここはよくカットした周回品です。しかしもう一度アレックス、アレックス、いいボールが来た。久保がちょっとスタートを切れませんでした。逆サイド大久保が流れていきました。アレックスのクロスです。大久保反応今のところ早いですね。早かったですね。久保がね、やはりこの3人のディフェンスの弱点、一つ遠いところですね。そこに気がつくと彼と一対一をすればね、勝てると思うんですけども、どうしてもボールサイドに今寄っていってしまう傾向があるんですよ。ですからこれのタイミングをちょっと駆け引きですね。これはチャンス覚えるともっともっと怖い存在になるんですけどもね、まあ、そうで普通にいけば久保本当にこうなんていうんでしょう、ポテンシャルも高いし、相手のディフェンダーからすると嫌な相手、怖い相手、もうそういう評価日本国内でも本当に高いんですが、はい、今のところ自分の、まあ、好きなポイントに来た時に仕事をしてますけども、相手の嫌なポイントで仕事をしてやるってのも一つなんですよね。ここは遠藤、ヘディングでキーパー奈良崎に返します。それがどこなのかということに一つ彼自身が着目すると幅はもっと広がると思うんですけどね。もう一段上に、はい、もう楽しみだというテレビをご覧のファンの方も大勢いらっしゃると思いますが、はい、楽しみな選手なんですよ、はい。中澤です。アレックスです。ダイレクト、早い判断、中澤、遠藤、遠藤、中央にアレックスです。小笠原は今開いた位置、バックスタンド側です、ね、中澤、小笠原が中央に戻ります。アレックスです。アレックス、そこに周回品のスライディング、中国のボールになる。しかし遠藤がここはマークをしていた、角回答には仕事をさせませんでした。宮本、福西、宮本、長春哲がたまらずプレッシャーをかける。ちょっと危なかったですけどもね、前に前に来ている相手ですから、下がるよりも前に来て逆を取ると、そのためにはセンターフォワードのちょっと準備がまだ少し遅いんですよね。ああ、しかしここは中国、せっかくのチャンスもミスで日本ボールのスローインにしてしまいました。遠藤、中澤、大久保と久保でしたらね、これだけ上がってくる相手ですから、2人の組み合わせで相手の背後を取ることは十分できるんですけどもね、はい、今相手がどんどん上がってきている、それに同じ方向でプレーしてるんですよね。下がっていってしまってプレーしてますんで。中澤、アレックス、今は遠藤がアレックスのスペースに入っています。中澤、福西、そして小笠原がつなぐ、大久保、福西、遠藤、ここです。遠藤、アレックス、前に小笠原、小笠原、アレックス、ワンツー、逆サイド空いているぞ、福西、中央、スペースがある、ね、打ってくるか、浮かせた、さあこれはどうだ、体を入れられた、しかし久保、久保対ジョウンリュウ、久保、久保、ジョウンリュウ、定置。さあここは中国カウンターにできるか、中澤がしかし力に対して負けていません。福西がいいカバーしましたね。福西とカバーリクスの福西にもう一度ボールが来ます。結構ここが空きます。若い周回品がコースは消しました。出したボール、アレックス、ちょっと長くなりました。1人が下がる、1人が背後と、この組み合わせがあるときには本当にチャンスになるんですけれども、みんな
が同じ動きをするとやはり中国のディフェンスは守りやすいですね。中国のスローイン、周回避、力です。日本のディフェンスのファールです。声でもプレーでもリードをする今日はキャプテン宮本。このジーコジャパンでは初めてキャプテンマークを袖に巻いている格好になります。中国のキャプテンはリーホーです。前には出しません。小仙波、一度返す。小仙波、リーホーです。小仙波まだ最終ライン。小仙波しかしドリブルでそのまま上がっていく。日本は少し全体に下がっています。張春哲、張春哲、坪井のマーク、楊博、ここも坪井、受け渡しはうまくいっているレッズライン。あー、平を抜かれた。楊博、楊博、宮本、坪井、なんとかクリア。まだあるか、劉金棟ですが、その前にホイッスルでプレーが止まっています。そしてあ、ダイブということを見たんでしょうか。中国の8番楊博に対するイエローカードです。今日の主審はシンガポールのナガリンガムさんです。このシーン、坪井と山田の受け渡しはうまくいっていたようでしたが、ここは抜かれてちょっとヒヤッとしたシーン。自分が間に合わなかったんで倒れましたけどね、はい、こういうように見てましたね。今日の試合、中国では2枚目のイエローカードです。前半の34分30秒1対0、日本が立ち上がり、久保の代表初ゴールでリードをしている状態です。まあ、ただ最後ここね、すごいです。前半の残り時間、これ気をつけなければいけない時間帯だと思うんですよね。そうですか、はい、張春哲、中国も徐々にではありますが、この張春哲はあるいは先ほどイエローは受けましたけど、楊博あたりを中心に前に前にという流れにだんだんなってきている。坪井です。ハーフウェイライン上、坪井、小笠原からのリターンを受ける、ね、遠藤、前が空いている、逆サイド、アレックスがスピードで上がっていく。アレックス通るか、少し長くなったか。早々と途中投入の劉金棟、アレックス、14番対決。清水エスパルスのサントス・アレサンドロ、アレックスです。ブラジル生まれの日本代表です。劉金棟、もう一度劉金棟、遠藤の寄せ、小笠原、アレックス、中澤のフォローです。大久保、小笠原、小笠原、あっと久保はオフサイド越えてしまった、受けられませんと手を挙げた。久保が抜け出している、大久保、大久保抜け出した、大久保シュート、キーパー、惜しいシーン。大久保ためましたね、よくね、このため素晴らしかった、はい、あの久保は出たんですけども、はい、オフサイドのタイミングに出てしまった。そうでしたね。そして久保が引くのをここで待ちましたね。ここではパスは出せませんでした、はい、そして大久保が後ろから来たところ、もう少しねループで上げて背後に置こうという考え方だったんでしょうけども、結果的には通りましたよね。そうですね。このしかし大久保らしい飛び出しも光りました。キーパーに阻まれはしましたけれども、いや本当に今の小笠原のため、そうですね、あの、まあ、ダメだというシーンをプラスに転じるあたり素晴らしかったですね。それとね、大久保も今日よく気づいてますよ、はい、相手を。そうですか、はい、小笠原のコーナーキックです。メインスタンド側、逆サイド飛び込んできた宮本でした。そして1枚フォローは坪井がいるんですが、ここは気をつけなくてはならないか。ジョウンリュー、カッカイト、ジョウンリュー、ジョウンリュー浮かせる、カッカイト、スペースで受けられると、この人は厄介だ、ベテラン、カッカイト、カッカイト、アレックスが下がった、カッカイト、百戦錬磨のベテラン33歳、返します。中国チャンスが、逆サイド空いてますね、リーホー、もう一度ここはカッカイト、アレックス、いなすんです。カッカイト、2月の A3 でも大連実得のプレイヤーとして大活躍をしましたベテラン、カッカイトです。助かりましたね、持ってくれて。小笠原、遠藤です。遠藤、スライディングで小仙波のカット、2点3点、この辺りの時間帯、中国と日本、さあ力、1対1の勝負、坪井、リーホーも引っ張った、笛が鳴ったようです。オフェンスのファウル、よく今ね切り返しに飛び込まずについていきましたね、坪井はね。この坪井、浦和レッズ、そうですね、まだ一月前のやはりここで行われた大熱戦、山崎ナビスコカップ優勝したメンバーの一人ですが、あの時の傷が生々しく残っています。坪井圭介です。久保、ラインを割っています。
中国ボールのスローインに変わります。1対0日本が1点リード。今日がまず中国戦、そして日曜日7日に埼玉スタジアム2002で香港を迎えてのゲーム、そして来週の水曜日10日には伝統の日韓戦、今年3度目です。日本、中国、韓国、そして予選を勝ち抜いた香港、東アジアを代表する4つの国と地域が歯を競い合います。第1回東アジア選手権、その初戦入ってきますね。これは中国高いと入る、宮本対応です。しかしここはちょっと危ない形が見えました、日本のディフェンスです。さあしかし大久保、いいこれは小笠原から福西の上がり、福西長春鉄に消された、大久保が残しています。久保は逆サイドメインスタンド側にいます。福西そのまま前のラインに上がっています。アレックス溜めを作る、福西が指示を出す。一旦ここは小笠原に預けます。遠藤、宮本、坪井です。久保また抜き、落とすと見せかけて前に抜いていきましたけどね。うまく相手のファウルを誘ったという言い方になると思います。今の久保のプレーです。ここ小戦波の股の間を通してゴールからは少々距離がありますが、日本ボールフリーキックです。アレックス、小笠原、一言二言言葉を交わします。小笠原が手を挙げた。アレックスがターゲットに向かって、そして壁に向かって、レフリーに向かってアピール。中国の壁は2枚、主審ナガリンガムさんが壁の位置の修正を命じる。しかしまたじりじりと前に上がってくる。最終ラインの小戦やとキーパーの間ぐらい蹴りたいですね。ヒールで返して小笠原、向こう側流れていく福西、返した、クリア、ジョンリューのクリアです。アレックスは残します。なおも日本ボール、ボール、久保、ディフェンスのハンドを主張しましたが、中国そのままドリブルで上がっていきます。いい方、これは定置です。カットした、チャンス、山田信久、山田、小笠原、中央、福西、1対1の勝負。高さではやや中国に分があるか。福西しなやかなプレイヤーです。逆サイド、久保が空いてますよ。アレックス、ここは大久保、大久保、あのボールサイドのマークは非常に強いんですよ、ええ、中国ね、はい、ですけど今逆サイドで久保が空いてるんですよね、そこのスペースに。あ、カードが遠藤に出されそうです。ちょっと引っ張りましたね、はい、なるほど、ボールサイドには中国は強く出てくる、はい、しっかり見えてるんですよ、ディフェンスが、ええ、となると日本のその攻撃の形としては、その目先を変える、相手の逆に振る形を何か、はい、してこないと、あのもう十分あとは見るかどうかだけだと思います。あ、そうですか。その今もアレックスはそのタイミングがありましたから、はい、そしてそのタイミングで今も久保がいい動きをしたんですよ。一歩前の段階までは日本、今日の日本のメンバーできているということでしょうか、はい、中国チャンス、2人がかりで中央突破を図りましたが、ここは宮本なんとか耐えました。トルシアジャパンの時とは一味違う3バックの形、今日からジーコジャパン、この3バック、先々のことはまだ言うのは早計かもしれませんけれども、少なくとも今日取っているこの、まあ、フォーメーションシステムに関しては、少なくとも前半では風間さんどうなんでしょうか。そのフラット3というのはね、距離を決めるためにもすごく重要な、作戦でしたけども、すごく中盤を狭めて、はい、ただ今日の3人というのはまず相手に仕事をさせない、ゴール奪われない、シュートを出せないというところから入りスタート、小笠原、そういう意味では非常にいいんじゃないでしょうかね。後ろしっかりそこで後ろを固めておいて、その後に前から取りに行くということで、すごくスムーズにいってると思いますよ。あとはそのどうしても、まあ、ディフェンスの倍数、あ、これは角回と中国のチャンスになるかというところ、ただ奪ったボールをどういうふうに前線までつないでいくか、そこはまだね、やはりすぐにはいかないと思いますけれども、はい、早々と得点が入った今日の日本、それも待望されたストライカー久保が待望の初得点を挙げた代表で、しかしまだこれで安心してはいけないんでしょうか。いやいや、まだまだ安心はできないと思います。そうですか、はい、楊博、これは抜けてしまいます。まずは目の前の東アジア選手権ホームでの開催、はい、
ジーコジャパンに初タイトルをということで、国内組中心でも結果を残さなくてはならない日本代表です。そして年が明けると、明日がそういえばワールドカップ各大陸予選のドローが行われるわけですが、それで対戦相手も決まって、組み合わせも決まって、いよいよ見えてくる来年には2006年ドイツワールドカップに向けてのアジア予選の長く厳しい道のりが始まります。そしてアジアカップも中国であります。優勝国、前回優勝国として日本が参加することになります。そういえば前回の日本と中国の試合も、風間さんとお伝えしたあのアジアカップレバノンでの大会でしたもんね。そうですね、激しい試合、3対2で日本が逆転勝ちをしたんですが、遠藤です。ここで久保がアレックス、おっとレフリーに当たる。アレックス低いボールで久保まで通そうと思ったと思うんですけども、やはりあのセンターバックのね、これは前半を飛ばすことで久保が1対1になりますよね。折り返すリキーならず、角回答飛び込んできていました。カウンターのような形に今なりました中国です。まもなく前半の44分です。東アジア選手権記念すべき第1回、今日が開幕の日、日本対中国です。アレックス、遠藤、福西、これだけ上であれば、ね、裏に飛び出すチャンスはあるんですけどもね。相手が3バックのような形、あるいはサイドの選手が結構引いてくるので、そのあたりは日本の出方に応じて枚数は変わるんでしょうけれども、はい、いずれにしてもその飛び出すチャンスというのはあるけれど、風間さんの目にはまだ物足りないということでしょうか。そうですね、もう少し飛び出せる準備をね、早くしてほしいなと思いますね、ツートップにね。小笠原、久保、大久保という今日の攻撃のトライアングル、日本代表です。特にボールサイドから遠い方にいるセンターフォワード、はい、これすごく重要になると思いますので、遠い方のセンターフォワード、はい、今ここ久保が動くことでね、これ今大久保もここまで寄ってしまったんで、あーそうか、ディフェンス入ってきてしまうんですけども、逆サイドで山田、山田前半のロスタイムは2分です。角回答対坪井、真ん中で長春 です、ね、助かりましたね、時間持ってきました、定置が上がっています。リキー足元、リキーコントロール、なんとかクリア、福西が今対応しました。山田、やはり体がありますから、ペナルティの中で高いボールで1対1というのはあんまりやらない方がいいですよね。中国ボールのスローインという判定です。さあ叩きつけるようなスローインです。角回答、また抜いた宮本、さあ大久保が待っている、大久保さあ久保はどんな動きをする、向こうが小笠原がいる、スペースに出したが誰もいなかった、アレックスでもこれは間に合わない。この辺りのですからコンビネーションとか精度がやっていくうちに仕上がってくると、もっともっと楽しみになるということなんでしょうか。そうですね、まあ、久保は少し下がって、相手との距離を空けてその前にボールをもらおうとしたと思うんですけども、まあ、これは、ね、コンビネーションだと思います、今逆に久保がもし前に抜けていれば同じスペースを今度は小笠原が狙ってましたんでね、スムーズに流れたかもしれませんし、それはもうやっていきながらどんどん自分たちでコンビネーションを作っていくということになりますね。ひらめき、イマジネーションを大切にどんな風に作っていくか、いろいろ話し合っているという、昨日のその記者団に囲まれての小笠原の話でもそんなコメントが聞かれたんですが、まあ、当然そうですね、特に攻撃というのはね、自分たちの考え、あるいはこう得意なプレー、そういうものを理解しなければいけないですから、はい、理屈ではないですしね、はい、瞬間瞬間のそれぞれの判断の一致ですから、相手もありますし、おっと今レフリー、シンガポールのナガリンガムさんがどういうわけかハーフウェイラインのあたりでつまずいてしまいました。胸ポケットの手帳を落としてしまいました。さあロスタイム前半2分という報告です。ほとんど残り時間はないと思います。しかし風間さん、いずれにしても1対0でリードしている日本というだけではなくて、内容から言ってもこれ後半も楽しみな45分、
そうですね、そんな言い方がもしかしたらできるかもしれません、はい、中盤後ろは安定してましたね。前半終了のホイッスルです。ジーコジャパン初タイトルなりか。注目の大会東アジア選手権の開幕日、日本対中国東京国立競技場、前半終了1対0で折り返しです。東アジアサッカー選手権2003、東アジアサッカー選手権日本対中国、素晴らしいスタートじゃないですか。はい、1対0で折り返しです、うん、そうなんですよ、うん、まずですね、日本の前半戦を振り返る前に、はい、第1試合、うん、香港対韓国の結果をお伝えしましょう。頑張りましょう。前半23分、まずはキム・ドヒョンのミドルシュートで韓国がこちら、これですね、先制します。しかしその後34分に香港代表ローレンスのこの押し込みで1対1の同点、このまま前半を折り返します。さあ後半に入り、後半5分、キム・デイのクロスをキム・ドヒョンのヘッド、さらには12分にイ・ウルヨーのコーナーキックをアン・ジョンファンのヘッドで2点を追加し、韓国が香港を3対1で下しました。まあ、順当というところなんでしょうか、清水さん。そうですね、立ち上がりというか前半はあまりこうなんか乗ってないというか、ちょっとおかしかったんですよ、韓国も。やっぱ後半になってやっぱ勝負かけてきたら、やっぱりきちっとセットプレーですけどもね、きちっと高さ、強さ出してますよね、うん、そうですね、まあ、キム・ドフン、そしてアン・ジョンファン、スター選手が入れてくれますね、国立競技場、まもなく後半のキックオフです。日本代表2003年ラストの3連戦、ジーコジャパンに初タイトルなるか。東アジア選手権の今日は開幕日、日本対中国を生中継でお伝えしています。後半のキックオフです。引き続き後半も風間弘さんの解説、リポートはテレビ静岡渡辺雅彦アナウンサー、フジテレビの制作で全国の皆様にじっくりとご覧をいただきます。どうやら両チームとも前半からのメンバーの交代はないようです。大久保、中を割っていこうという大久保らしいファイトあふれるプレーで相手の、おっとと、大丈夫でしょうか。今ここはキャプテンのリーホー、早速日本代表メインスタンド側ゴールに向かって左側からフリーキックのチャンス、アレックスと小笠原です。この選手、先ほどからね、この選手の頭を越えたいんですけどね、立ち上がりのスラインです。積極的に前に出てますけども、はい、やはり2トップにね、いかにいい場所でボールを受けさせて中盤を上げていくか、これ一つ課題だと思うんですよね、ここはジョン・リュウが大きく前線に蹴っていきますが、宮本です。キャプテンバック、高い投下いく、奈良崎です。前半にも風間弘さんからは今日のツートップ大久保、久保、この2人の動きについては少々注文がつきましたけれども、ツートップがいい位置で受けられるか、あるいは他の選手はツートップにいい位置で受けさせられるか。そうですね、両方ですね、はい、大久保ハーフウェイラインの少し先というあたりです。中澤、遠藤、どうしてもね、このツートップの動きが大久保、時間がかかるとどうしても相手のディフェンスの前に出ていってしまうんですよ。必ず1枚余らされてしまいますので、そこになかなかボールが入らない、あるいは入っても相手のディフェンスがあまり崩れないところでアタックをされてしまう。そうなると当然それについて中盤でサポートに上がれないですね。ですから両サイドも下げられてしまう、あるいは中盤もなかなか前に行けないということになりますので、どうしてもこの2人が踏ん張るところだと思うんですよね。そしてそれを支える形の今日は司令塔的な位置に鹿島アントラーズの小笠原光雄です、はい、ただその小笠原も中国が前半のかなり早い時間で14番の劉金東という選手を入れてきた、うん、どうやらこれ小笠原マークの役割を担ってきたように見えるんですが、というよりもね、小笠原がやはり、それもあると思いますけれども、はい、小笠原自身がどうしても中盤の方、守備の方にね、はい、引っ張られていることがあるんですよ。それによって前になかなかつけない、あるいは前にボールが入らないんで小笠原がある時間がないというところもありますよね。相手の出方に消されているだけではなくて、はい、自分たちのチームのやり方に後ろから引っ張られてしまっているところもあるありますね、はい、
ですから後ろの方の守備ということではすごくうまくいってると思うんですけれども、今日は3バックです。前半から言ってる通りそのなかなか前にボールが運べないというところはそのビルドアップの方法あるいは考え方にあると思いますね。中国フリーキックです。どうだ、なんとかこらえました。福西が最後競って、そしてそのこぼれ球を奈良崎、久保が受けた。まだこれは中国が攻め込んでいる、一人傷んでいます、フォワードの力。一旦これは中国オフェンスのチャンスではあったんですが、仕方なくプレーを中断します。先ほどの中国のフリーキックは楊博が蹴っていきました。ここは宮本、そしてその後ろ福西、闘志あふれる競り合いになりました。これただね、あまり本当に引いて、はい、自陣でフリーキックを与える、これやっぱり中国の得意なところですから、気をつけなければいけないところですね。首のあたりを痛めていた力も今立ち上がってプレー続行です。それでもやはりあのボールのつなぎ方ということを言いましたけれども、はい、相手が1点取られてから前から来ていますよね、かなり、はい、その中盤あたりでボールを取りたい、それなのになおかつそこでボールをつなごうとして結果的には押し戻されてしまうというところもありますんでね。この辺のとなると誰かが気づいて、はい、その流れを元に戻す、はい、悪い流れを断ち切って自分たちのペースにあれだけできていたんですから、前半の特に立ち上がりは、ね、だから一つ考え方としては全体を押し上げるためには、はい、僕はやはり最前線の選手があの最終ラインの小線波ですね、はい、真ん中の選手についてできるだけ相手を下げてしまう、引っ張ってしまう、長いボールを何本あのミスしてもいいですよね。そこをいくつか突こうとすることで相手を下げてしまう、それによってまた全体が上がる。ここの最終ラインの駆け引きが、まあ、こちらで言えば日本側で言えば一番前のところですね、はい、この駆け引きがやはりそのお互いの距離を決めるところですよね。この辺の駆け引きをしていかなきゃいけないでしょうね。となるとやはり今日は久しぶりにこの日本代表先発ピッチで登場して代表初ゴールをついに決めた久保。そうですね、久保にかかるそのあたりのそのまあ期待というか担わされた仕事があると。ですからやはりもう少し早くねポジションを取ること、例えば最前線に出たしたらゆっくり戻るんでなく、もう次にすぐに受けれるポジションに戻って、できるだけ相手をものすごくこうピリピリした状態にさせると、すごく休みが入るんですよね。それも重要じゃないでしょうかね、はい。今ここは逆に久保ですが、ハーフウェイラインの左側だいたい10メートルのところで、むしろ小線波の方に主導権を握られていました。攻撃ですから広げれば広げるほどやっぱりいろんな角度にボールが送れるわけですけども、はい、今は久保と大久保、それから小笠原が本当に一握りの塊の中に入ってますよね。ちょっとじゃあダイナミックではない形にさせられている、はい、あるいはなってしまっている、なってしまっているという言い方の方がいいと思いますね。遠藤です。中央空いています。使っていいと思いますよ。もう久保の位置はどうだ。その前に、ね、使ってやっていいんですよ、背後に。ここはセットしてますから、走らせるようなパスでもよかったと、はいはい、山田信久です。久保と大久保、久保が受けます。久保、小戦波がマークです。そしてアレックスじりじりってやってきて、さあ早いタイミングでパスを出してきた。どうだ久保、こういう形はいかがですか。これも一つですね、今、はい、あの中央を小戦波のところですね、ここ大久保が走って真ん中開けましたね。これ1対1ですよね。遠いサイドですよ、最終ラインの、これ今ゴール前でヘディングで久保が、まあ、競り勝ったところですけども、ここは完全に小戦波に勝っていました。このイメージをもう少し前から持っていいんですよ。もう少し前から、前からでもいいんです。そしたら背後に走らせることもできますし、今当然アレックスが素晴らしいところを見つけましたけども、はい、1対1ならこの2人のフォワード勝てますから、どん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 その状況を作って攻めていくと。そしたら当然ですけど中盤上がってこれますよね、はい、となると事前にいくつもの引き出しを持って、はい、ある程度予測して先回りをして、そういうプレーをしていくともっと効率よくいけると。それともこれだけ時間が経てばね、はい、この相手のシステムのどこがあの利点、どこが欠点かというのをそろそろねチームの中で見破っていってもいいんではないかなと思うんですよね、そうでなくてもこれはカップも賞金もかかっている、そしてプライドがかかる、何よりも東アジア選手権という公式の大会、国際試合です。劉金東、ここは張春哲、坪井はそのままキーパー奈良崎の指示で見送ります。ジーコジャパン初めての3バックのシステム、日本代表真ん中にキャプテン宮本、中澤坪井、そして中盤の底福西遠藤、右サイド上がり目に山田、左サイド上がり目にアレックス、司令塔的な真ん中小笠原光雄、ツートップは久保と大久保、今日の日本代表です。坪井、おっと中国ボールです。
じりじりと何か中国がというふうにどうもこの後半心なしか見えていますが、ここは坪井が切っていきます。そんなところ本当にあの中盤から、まあ、最終ラインよく守ってますから、そんなに怖いという攻撃はないんですけれども、これだけ自分たちがボールをつなげないとやはり当然相手にチャンスは出てきますよね。まあ、ボールは一つ、自分たちが支配できていなければ、はい、50のボールか相手ボール、これはもう当たり前のことです。ですから考え方として今一つ相手を防ぐことを考えてしまっていると思うんですよね、攻められていて。ただ押し返すことを考えなければアレックスやはり難しいでしょうね。アレックス、いいボールです、ね、裏落とす、大久保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 、今のも一つなんですよ。久保が、あ、大丈夫かな、大丈夫ですかね。久保が、はい、左サイドに出てきましたよね。そして空いた遠いサイド1対1でしたね。そこをアレックスが使っていきましたよね、まさに使うというキーワードがふさわしい、はい、もうここが今、一番相手の弱点なわけですよ。リベロを寄せた反対が必ず1対1ですから、両サイドはなぜかといえば両サイドについてますから、代わりには来てないんですね。ですから3人のディフェンスを攻略するためにはやっぱり今のような攻撃、これをどんどん仕掛けていくことでしょうね。周回品が逆サイドに大きく振ったボール、ここは山田ディフェンスの貢献です。今のシーン、この使うプレー、ここですね、これ1対1ですね、こっちは向こうに大久保、はい、手前に久保、広く使ったダイナミックな形が生まれました。3人のディフェンスの一番遠いところ、ここが狙い目、ここ気づきましたね、大久保が今、そしてアレックスも気づいた。これをもっともっと繰り返していけばいいですね。さあ今度は福西が縦のスペースに出したボール、ただここはリーフォーが先回りました。楊博、これを繰り返すことで中盤もまたね、押し戻せると思いますよ。長春です、福西のカットです。小笠原、やっぱりこの14番リュウキントウが来ます。あの、ね、ディフェンスの前に一人確かに立ってるんですね、14番ですから、ここはあの小笠原のマークということになってますけども、逆にこれを逆転することはできるんですよね。となると先ほどのアレックス、はい、サントス・アレサンドロからの配球という形が生まれると、はい、例えば、はい、もちろんその逆サイドもあってもいいわけですね、はい、長春哲一度返します、定置です。今もそうですけど小笠原の、はい、裏を通す、中国奈良崎冷静、逆にあの日本の方はこのサイドしっかり山田あるいはあのサントスが埋めてるんですよね、はい、ですから3人台がこれすることはあまりないですけども、小笠原です。小笠原が今例えば外出ましたよね、外中央開くんですよ、リュウキントを一緒に引っ張ってくるわけですから、はい、そうすると3人のディフェンスが丸裸になるわけですね。ここをどういうふうに崩していくかということを考えれば、この高橋さんもできると思うんですよね。そうなると比較的方程式は簡単な方程式かもしれません、はい、そうなってしまえば、はい、それがどういうふうにグラウンドの中で見えているか、そこでしょうね。アレックス、サントス・アレサンドロからのリスタートです。いや、中澤、アレックス、ジョン・リュウとの1対1、アレックス、今もそうなんですけども、小笠原を見てしまいましたよね。中央、久保と、小笠原カット、あの大久保は1対1な、2対2なんですよ。ですからそこにボールを入れていくと今度は全く違う展開ができるんですけれどもね、はい、奈良崎からです。久保、大久保、福西です。このオプションも 今の時も大久保がいいところに動いてるんですけどもね、結局福西、久保ですね、久保、はい、今2トップはペナルティア、2人とも近い位置です、ほとんど同じ位置。福西右に散らしたバックスタンド側、さあ山田信久1対1の勝負から中央を見たが、ターゲットの位置がどこだ、近くで小戦犯に切られます。ただ少しずつ押し返してますよね、はい、日本も各回答、ジョウンリュウ、逆サイド来ますよ、ディフェンスが2枚います、はい、逆サイドを使って力です。中国は1枚、日本のディフェンスは2枚残っていました、うん、坪井と宮本、坪井よく見てましたね、遠藤です、宮本です、坪井、山田信久、ガンバラインとレッズライン、そんな形、そこに F マリノス優勝メンバーの中澤です。宮本、中澤、アレックス、小笠原、マーカーを引き連れながら長春哲、楊博です。そしてここはリーホー、さあ前を向いて浮かせるボール、
力に通る長身の力中央ベテラン角海藤さあクロスが入る洋白からどうだこれはクリア遠藤よくカバーしましたね遠藤のカバーですしかしセカンドボールを拾ったのは定置ですディフェンスラインの選手ですがもともとはミッドフィールダーコントロールテクニックがあります山田つないできます山田福西でつないだボールですが飛ばしたいですね飛ばしたい、本当に何本も、まあ、ここはあれですね先ほど中国のチャンスです、ね、力に通ったところ、ね、クロスが入るんですがここはこの19番遠藤がよく危ない場面遠藤康人のクリアでした、取った後なんですけども、はい、最前線見ると逆に1対1の場面があるんですよ今ここでしたけども彼らなら十分そこでボールを受けていけるんですけどもねバックスタンド側からスローインです今久保は中央に1人です中国のボールの支配に変わっていますおっとっと今一瞬リーホーがもたつきましたが定置です向こう側朝鮮派中国もこのところやっていなかったはずの3バック角海藤こんな位置にいました楊博です奪い取った大久保中国も1枚さあ小笠原はマーカーを引きずれながらどうでしょうなかなか広げられないがおおこれは小笠原マーカーの龍金と体を当ててマイボールにする小笠原ももちろん負けてはいません静かなる闘志小笠原光雄小笠原も狙ってましたけどね今、はい、大久保リーホー遠藤プレー続行ですが大久保が薄くまって今プレーに関与できていません大丈夫か立ち上がりました大丈夫そうですプレーはまだ続行日本ボールのまま中澤一人いなした中澤遠藤小笠原おっと小笠原の足で出してしまったという判定スローイン中国ボールに変わります後半の15分を経過1対0立ち上がりの5分に久保の代表初ゴール日本が1点リードの状態が続いていますに今小笠原にねぴったりマークついてますけどもここのところやっぱり小笠原がボールをもらうことよりも、はい、やはり山田前でチャンスですねこれチャンスですね、はい、久保が縦で受けました中央大久保1枚ですあっとどうだ久保抜いた打ったキーパーまだあるまだあるまだある久保いやこういうプレーができる選手なんですよですから1対1で見逃してほしくないんですよね相手と1対1ならボールを出してやってほしいんですよねやはりフォワードの選手は、はい、なかなかいいプレーができなかったときにリーグ戦の取材をしていても、はい、いいボールが来なかったんですということをこっそりつぶやくんですけれども、はい、お膳立てをしてあげれば本当にこの人は輝くそうですねですから久保大久保この2人が相手と1対1であれば見逃さずにどん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 ボールを入れていってほしいなと思うんですけどもね J リーグにはこんな素晴らしい選手がこんなにたくさんいる、はい、遠藤です宮本アレックスを使う長いボールですここはカットジョウンリュウが下がった位置、うん、これも考え方ですね14番のリュウキンドですね、はい、ボールを持った小笠原に対しては強いですけども自分がボールを持った時は強くないですから小笠原はそこを取るチャンスでもありますねアレックスしますよ久保っと今もいいところですね逆サイドですね、風間さんが前半にも指摘なさった、はい、中国のディフェンス陣はボールがあるところにはかなり人数も強い、ね、となればというあたりそうですね必ず1人カバーがいますので福西この攻撃を繰り返すことで全体が上がってきてますよね、はい、揺さぶれば絶対に穴はできる、はい、福西ここもそうです、ね、大久保ました、ね、旗が上がっていましたオフサイドでした、うん、お世話になりましたけど今もそうですね、いい形でした、はい青島さんどうぞ、15分を過ぎて日本のですね、控えの選手全員がアップを始めたんですが、はい自己監督が特に動くというような様子はないですねそうですか、はい、渡辺正彦アナウンサーのリポートです、まあ、フィジカルコーチの里内さんの場合こう小分けに小出しに選手たちを順番にこうアップさせるというシーンが多いんですけれども、はい、今日はまとめてのそうですねウォーミングアップが今も始まってますね後半の17分が経過しています日本対中国まあ、だんだん盛り返したところですから来たところですからここで1点欲しいですよねそうですね小笠原来ましたね旗は上がっていない久保キーパーと一対一久保ここも素晴らしいパスからこの飛び出しですねもう1対1ならどんどん使えというのはこういうことですよねまあ、結末は本当になんで当たるのというポストではありましたがただポジティブに考えましょう素晴らしいパスそして久保は使えば輝く選手、はい、
そしてこの前でこれだけプレーをすれば当然全体は上がってこれるんですよね、はい、中国のディフェンスとすれば、はい、あ、これは中国のチャンスになるかな。まだここは楊博がプレッシャーをかけますが、山田の信久いいカバーしてますよね、山田今日も本当にあそこのところは全くやらせないですね、はい、今久保が外した時にジーゴ監督は本当に何とも言えない表情でしたねでもまあ動きはそれでよしというような感じにも見て取れましたが、はい、そう思いますね、いやだんだんあのチームの中でこの最終ラインの攻略法が分かってきたんじゃないでしょうかね。チャンスは出てきましたね。まだ時間はあります。これが日本のサポーターにとってお楽しみの時間が長いかどうか、選手たちの働きにかかっています。そうですね、アレックス、アレックス向こう側で山田が動いていますが奪われた。少し多いんですよね。ジョンリュちょっと持ちすぎというシーンですか今の部分は、はい、やはりねアレックス選手はあの、はい、ドリブルも当然うまいんですけれども、相手が何が怖いかってあれフリーランニングなんですよね。スピード、相手の裏を取る、はい、長い距離でも短い距離でも速いですから、その動きで崩してそこのいい位置でもらうということをもう少しね、今日特にウィングバックですから心がけていってもらうと決定的な場面ができるんじゃないかなと思いますね、まあ、エスパルスでやっている本来の位置にも限りなく近い、はい、近い位置なわけですから、はい、久保強い。あ、しかしその前に一つ手前のプレーで出した後に、はい、今日のレフリーのシンガポールナガリンガムさんイエローカードが出されています。どうでしょう、ここはこの中国の14番の劉金東に対するイエローカードのようです。確認です。今スロー VTR 用意しています。福西が出したところにレートタックルを取ったようです。破れてますね。中国の14番の劉金東イエローカード。この人は前半の比較的早い時間帯に今日スターターだったキミエギに代わって投入された、まあ、実質小笠原光雄に対するマーカー的な役割を担っている男。さあ久保です、ね、勝負できますよ。中央小笠原上がってきています。そして大久保もいます。ね、福西、福西、中央アレックス、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 浮かした、当たった、惜しい、惜しい。オフサイドの旗は上がりましたが、アレックスらしい足元のキュキュっていうボールコントロールからループ。ここからご覧いただきます。この浮かせ、オフサイドの確認を一応ご覧いただいています。今日はフジテレビが制作するこの国際映像が日本はもちろんのこと3カ国の中国、香港あるいは韓国だけではなくてアジアの各地域に国際映像として配信されています。あとは逆にこういう時ですね、リズムがだんだん出てきた、そしてあの少しずつみんなの意識が前に行き出した、この時に気をつけなければいけないのがやはりミスあるいはあの一つのパスですね、長いパスカウンターですね。長い予選のことをやはり想定して戦わざるを得ないわけですが、はい、もちろんこの大会もとっても大事なんですが、しっかりと勝てるかどうか、これはファンの方たちも気をもむ要素、はい、あっとこれは中国郭海東にボールが当たる。宮本対郭海東、郭海東、郭海東足元のパスを選択したがちょうど今周回品と力の間、日本としては助かった遠藤のクリアから。いや遠藤もいいとこカバーきますね。そうですね、後半だけでも2つありました、ね、はい、戻りながらどこに戻る、攻撃の時もそうですけど、どこ攻めるかもあるんですけども、はい、どこに戻るかというのもすごく大事な、やっぱりいい選手の要素ですよね。どの位置に、それから戻りながらのプレーは大変難しいと聞きますが、はいはい、当然その時にもう戻りながら状況を把握しておかなければいけませんから、いくつかの仕事を全てこなしたところですね。そこでの処理でなければ落ち着いてできないですね。先ほどの中国の攻撃にかかるところ、しかしここは宮本のファウルでした。遠藤はそういえばフリーキックも素晴らしいのを持ってますからね、あの夏の私たちが向こうからお伝えしたコンフェデレーションズカップの時も惜しいのありましたもの。山田、上げました、久保この位置、はい、さあ久保からどうするか、逆サイドのアレックスへマイナスのパスになりました。青島さん、22番の楊信が中国入ります。はい、わかりました。フォワードの入れ替えです。周回品を、あ、ミッドフィールダーですね、はい、周回品を下げてフォワードの、やはりこちらも高さのある楊信、ワールドカップメンバーのフォワードです。1点ビハインドの中国です。その間に日本、ここは中盤のボールを回すとか回さざるを得ないか。ズボイです。これは劉金東にカットされました。小戦が郭海東オフサイドポジション。さあここでメンバー交代、今渡辺アナウンサーからの報告があった通り、楊信、この人も高さがあります。一時あのドイツのフランクフルトでもプレーをしていたプレーヤーです、はい、
若い中国代表周海軍が下がって、この両親見覚えのある方も日本のサッカーファンの方の間でも大勢いらっしゃると思います。確かあのグループリーグのトルコ戦の時でしたか、ポスト直撃の惜しいシュートを放ったり素晴らしい動きを見せたフォワードの両親が入りました。したがって中国は力、両親、各回答フォワードの選手が3人という状態に変わりました。さあ風間さん、これで流れとしてこうどんなことが変化が予想されますか。まあ、少しあの長いボールを使ってくるかもしれませんし、はい、まあ、当然あのしっかりマークは後ろの方でしておかなきゃいけないと思うんですけれども、やはりそれよりもね、このリズムで今やってチャンスが何回もできましたね。小笠原からのパス、裏を通す、旗は上がっていない、大久保今もね、狙うところまでみんな分かってきたと思うんですよ。あとは点を取るだけですね。掴みかけているものをがっちり掴んだと、この試合が終わった後に言えるようにしなくてはならない、はい、そうですね。最後決めるのはゴールが勝負を決めるわけですよね。点を取って勝つスポーツです。ね、チャンスが勝負を決めるわけではないですから、はい、今これはバックスタンド側からリバースアングルの映像で大久保のトラッピングに対するリーホー、この勝負をご覧いただきました。アレックス、遠藤よく残した。アレックス、遠藤はそのまま上がるかどうするか。2対2の局面が今メインスタンド側のタッチライン沿い、いいボール抜けた、ね、アレックス、日本ボールのスローインです。さあここからどう持っていくか、小笠原が微妙な動きでフォローをします。もらいに行きました小笠原。アレックス、コーナー際深いところ、アレックスは勝負を仕掛けていきます。なおもスローインです。ペナルティーエリア手前に大久保、遠いサイドに久保、遠藤もフォローに行った。小笠原頭で合わせた。これは前線に中国に弾き返されますが、宮本です。キャプテンマーク。ターゲット競り合い。高さではちょっと分が悪い。しかしこの中澤は負けていない。タッカイト。ラインは出ていない。宮本のカバーです。まずは一旦とにかく遠くに出して落ち着けます。うん、まあ、あの安全だということでいいですけども、今も、はい、同サイドで逆サイド常に見ておくといいんですよね。あ、今は全部メインサイドの、メインサイド側からのプレーでした。はいはい、高い入ったばかりの両親です。おっと、福西が捕まえに行った。これはファウルになった。ただ福西はよく気づきました。いや本当に福西、遠藤はよく気づいてますよ。はい、今日は中盤の底は福西、そしてこちらのガンバ大阪、遠藤や安人というこの組み合わせです。中国ボールのリスタートです。高さありますからラインの設定は難しいと思いますね。ペナルティエリアギリギリのこのラインの勝負になっています。福西が切ります。そしてリフレクション、久保がもらいに行った。小笠原、出せますね、浮かせる、スペースに出す。さあ久保が走る、フリーだ。中央、大久保、小笠原が上がっていく。そして後方には遠藤もいる。久保勝負、後ろから山田のオーバーラップ。山田の武士さ探る。中央、遠藤、アウトサイドパス、サッとサリソンドも面白いパスでしたね、今ね。今の遠藤、はい、左足アウトサイド。今もね、アレックスまでが中に入っていったんですね。最終ラインですから、そこを後ろからサポートした遠藤、山田がうまく使った。そして山田が来たところをすごく柔らかいタッチでね、ボールを出しましたよね。アレックス、もう少しなんですけどもね、そのもう少しを形にできるかできないか、はい、でも実はそこの差は大きいの で、 大きいですね、絶対ここは形にしなくてはならない時間かもしれません。再び中国のメンバー変更があります。ジョ・ウンリュウに代わりまして20番の義信が入ります。はい、全体が上がるようになりましたね。中澤も上がっています。アレックス、中澤を使う形、折り返し、ゴールキーパー劉雲飛。中澤、もう少しだったのにという表情も見せました。さあそしてディフェンスに戻ります。今ここは福西が最終ラインに戻ってカバーをします。その福西にボールが返ってきます。まあ、この、はい、あの相手も今ねキーパーがすぐ蹴りましたけども、最前線に長い高いボールを入れてくるというのは十分考えられますから、早い準備必要ですね。そして今渡辺アナウンサーからリポートがあった通り、義信なんですが、この人は確かサイドバックでプレーをするプレーヤー、それも右サイドではなかったことを記憶しているんですが、どういう投入の仕方を元オランダ代表のアリーハン監督はしてくるのか。今日の3人目のメンバー交代はジョ・ウンリュウに下げて義信、まあ、ですからサイドでいうと中国にとっての右サイドの交代という形にはなります。26歳の義信です。小笠原、
宮本、おっと枠内です。郭海東のポジションはオフサイドポジションでした。ベテランフォワード郭海東、アリーハン監督の下では初めて今回中国代表に招集されました。ハオハイドンという中国読みの名前で、この人のことをご記憶の方、あるいは馴染みのある方も多いかもしれませんが、フジテレビでは中国人の人名、こういう名詞は日本語読みでお伝えをしています。これ危ないですよ。さあ、ここは入ったばかりの陽心です。中国ボールのフリーキック、ゴール正面、距離はありますけれども、山田のファウルを取られてしまいました。ドイツでのプレー経験もあります陽心です。まあ、それからどんどん出てきますんでね、気をつけなければいけないですね。楢崎成吾、壁1枚、小笠原がにじるより、長春哲は蹴れなかった。もう一度長春哲、縦に出す、ペナルティーエリア、倒れたが笛はなし。やはりフォワードにボールを合わせたいと思うんですけども、はい、やはり縦なんでね、コースがほとんどないんで、後ろから来るボールというのはやっぱり跳ね返されやすいですよね。今は力に対してワンタイミング1回ずらして、そこから長春哲、少し角度をつけてですね、サイドに、はい、ちょっとこちら側、あの横から放送席を見る形になりますと、その角度が今一つ分からなかったんですが、なるほど、1回ずらす形で、そうですね、横に出して角度をつけて、頭に合わせようという考え方じゃないでしょうかね。大久保、オーバーラップ山田したんですが、中央を見た、小笠原に合わせてきました。久保がまだ狙います。そして遠藤のフォローで す, いいです、ね、日本ボールにした、福西だ、福西、大久保、大久保、どうだ、アレックスが中央にいた、まだある、福西、アレックス、アレックス、ヒール、大久保振り向いた、シュート、惜しい、これは惜しい、崩してるんですけどもね。アレックスが中央にいて3人を引きつけてのヒールという面白いアイデアから、鋭い反転振り抜き、大久保嘉人、ただし代表初ゴールまで 0.9 点ぐらい上げたい気持ちです。そうですね、その瞬間、本山も鈴木通訳もジーコ監督も、しかしあとわずか、得点という果実まであとわずかです、日本代表。ただそれを本当にものにできるかどうかは大きな差をもたらすかもしれません。青島さん、はい、本山が呼ばれました、はい、初めての交代のようです。日本代表交代、本山、セネガル戦も途中で投入されて素晴らしい鋭い動きを見せていました、新潟スタジアムビッグスマン。いや、本当に前にボールに入ってくるようになりましたので、ええ、アクセントをつけるという意味では非常にいいんじゃないでしょうかね。ちょうどですから、先ほど中国の方は右のサイドを義心に変えましたけど、そこにマッチアップの形、角海東、福西、長春哲、宮本、頑張りましたね、福西、ここは踏ん張りました日本。そして相手をいなしておいて、大久保です、中央に久保、日本ボールのスローインです。ここでプレーが途切れます、交代が認められます。交代は大久保です。残念ながら今日も代表初ゴールは果たせはしませんでしたけれども、風間さんに伺います、先ほどの本当に惜しいシュートも含めて今日の大久保の動きについて一言お願いします。シュートに入っていくところ、それから途中からやはり背後を狙うのがね、少しずつ速くなっていると思うんですよね。これやはり一つ収穫じゃないですか。ただシュートを決めるというのが一番の仕事ですからね。まあでも本人がそれは一番強く自覚していることでしょう、はい、次に楽しみがつながる、なんといっても東アジア選手権あと2試合ありますので、そうですね、次に期待しましょう。香港戦、そして日韓戦、結果を出せるかどうか、今ジーコ監督にねぎらわれてベンチ前。さあ、そして代わって入ったのは本山です。この人も楽しみ、早速本山のボールを触ります。山田、これは奪われますね、本山もね、背後に出るの得意ですし、それがやはりゴール前でのテクニックですね、ドリブルありますから。この人はまた別の意味で、タイプが違う別の意味で、相手ディフェンダーにとって怖い存在に十分になりうるでしょう。アレックス、いい方の対応です。コーナーキック、日本、場内に告げられているのが今日の公式入場者数 41,742 人です。東アジア選手権の初戦、日本対中国です。
東京国立競技場、後半の33分経過、追い風の格好になるでしょうか。ただピッチ上コーナーフラッグは揺れていません。アレックスからヘディングでリーホーが大きく切ります。いいボールなんですけども、高いですね。このゴールに向かうボールではなくて、アレックスは左足ゴールから逃げるボールに対してどう合わせるか、昨日のトレーニングでもそんなところに主眼が置かれていました。うまくファーストディフェンダーの頭を越えたんですけども、はい、そこに、ね、飛び込んでいく選手がいるといいんですけど、ニアだ。久保の足元変化させればというと、本山浮かせる、合わせられるか、リーホーのクリアです。後ろから小笠原、まあ、面白いアイデアでしたね、本山のクロスもね。キーパーの届かない位置にこの後ですね、抜けまして早いタイミングで、これが本山のクロス、届かない、知りましたけどね。リフレクションをダイレクトで小笠原でした、はい、さああと10分ちょっとです。日本対中国1対0、試合そのものも日本のリードは続いています。ベンチに退いた大久保、グラウンドコートを着せられた状態、まだ息も弾んでいますが、ジーコ監督と鈴木通訳に挟まれて、何かここはこういう風にしたらもっと良くなるのにという、そんなアドバイスでしょうかね。そうだと思いますね。山田信久から本山です。ここは小選派定地です。かつて C リーグ、中国の国内リーグの MVP に輝いたこともあるそうです。このチャンスです。チャンス、久保、頭が上がっていない、キーパー飛び出している、久保左足、今度は慎重に決めましたね。慎重に行きましたね。弾む、揺れるスタンド、国立、さあもう一度ご堪能ください。左足、丁寧に今度はキーパーの、ね、体勢を見ながら打ちましたね。素晴らしいゴールですね。さあここから、その前の中盤でのインターセプト、それがラスト、本山ですかね、パスを出したのは、はい、よく見逃しませんでしたね。本山投入も当たった形、はい、そしてその本山自身も期待に応えた形、持ち味を出した、そして持ち味を出したといえば、やはり最後にピシッとフィニッシュを決めた久保達彦、はい、そうですね。日本ベンチはジーコ監督が全員万歳でした。そうでしょう。これはどうなんですか、風間さん、はい、先々長い戦いが、まず年内にはあと2戦、香港戦、韓国戦、なんといっても日韓戦が最後に残っています、はい、そして年明けにはその予選ですとか、さまざまな厳しい道のりも待ち受けてはいますが、はい、大きな1点かもしれません。遠藤、本山、逆サイド、この中央、おっと、少し本山もたついたが残します。これ逆サイド入ってますよ。山田、アレックスが浮いています。そのアレックスへサイドチェンジパス。無理しませんでしたね。中国、揺さぶりません。アレックス、アレックス、アレックス、またぎフェイント、アレックス。小笠原、福西、バランスを整えながら自分でボールを受けます。中澤がじりじり上がってきています。アレックス判定、ここはもう義信もキーパーへのバックパスしか選択肢がなかったか、詰める。アレックス、義信、中澤がまだ行きます。義信、リーホー、角海東、福西狙ってましたね。本山、旗上がってません。本山、小笠原、中央、向こうが山田がフリー。その山田、小笠原にはちゃんと見えていました。揺さぶっていいと思いますよ。真ん中には福西と久保、2人。本山ドリブル、ツーパス、角海東。さあ縦に義信が出す。戻りながらのディフェンスは中澤でしたが、ファウルではありません。スローイン、日本ボールに変わります。角海東、せっかく久しぶりに代表に戻されたんですが、なかなかあの A3 で私たちがお伝えしたあの大連実得でのプレーのようには輝かないかというところ、はい、さて改めて久保のゴールシーンです。しっかりキーパー見てましたね。あ、先ほど渡辺アナウンサーからも報告ありましたが、はい、こうだったんですね。しかし何かこうジーコ監督のもと、確かに海外組はいませんが、途中少しあの厳しい局面もありましたけれども、はい、何かこうプレーでいい形を生むことで一体感が出てきたような、心なしかそんな気がしてならないんですが、チームとしてやはり相手の弱点を見つけましたね。チームが悪い時やはり
相手が中盤それから前でボールを取りたいときにそこでつないで自分たちがリズムを崩していった、それを実は一番自分たちの最前線にチャンスがあるということを見つけましたよね、はい、2トップの動きもそうですし、そこにボールを出していく選手たちもそう、それによって自分たちが完全にイニシアチブを取った。あとは久保の意地ですよね、なかなか自分が点を取れなかった、あとは決めるだけというところを久保は決めましたね。こうなるとこれは久保だけの自信じゃなくてチームの確信にもなるんですよね、はい、点が取れるぞという。ですからこれからあと2戦ありますけどもすごく大きいんじゃないでしょうかね。そしてそこでもまたできれば本当にワールドカップの予選につながるんじゃないでしょうかね。それが着実に2006年ドイツへの道につながっていくと。もちろんこれは今日出ている選手だけではなくて今まで戦った選手、これから出てくるであろう選手、例えばその予備軍が今 UAE の地でワールドユースを戦ってちょっと2戦目は苦しい結果に終わりましたが、明日エジプト戦も楽しみですし、そうですね、なんといっても A 代表、それがすぐ近くにいるこんなに素晴らしいパートナー、ライバルがいる、そんな中で戦っている、まずは中国相手のゲームです。中国については今日のゲーム改めて伺いますが、どんな風に捉えていらっしゃいますか。やはり自分たちのプレーよりもやはり日本に合わせましたね。特に両サイド、はい、両サイドを合わせたことで最終ラインが3人に孤立してしまう、ここを逆に使われてましたので、そういう意味で相手に合わせたはずが実は自分たちをさらけ出してしまったという場面はあるんじゃないでしょうかね。まあ、ここはアリーハン監督 の、 哲学というか考え方、組み立てていく、まずディフェンスからという、そんな思惑もあるんでしょうか。当然アウェーですし、そうですね、となると思います。ただ手応え、あ、これはシュート打ってきました、ヨウハクです。何かがっちりと掴むものがあれば、そして日本とやる、香港とやる、そして韓国とやる、これが着実な次への手応えにつながっていけば、そうですね、まずワールドカップの予選ももちろんありますし、地元開催のアジアカップもあるわけですし、オリンピックも2008年は北京開催、中国での開催です。やはり特徴を生かすために何をするかというのが少しまだ時間かかるところじゃないでしょうかね、まあ、大きい選手を入れて、はい、やはり空中戦を使うのか、あるいはしっかり後ろからつないでいってサイドを使って攻撃に仕掛けるのか、攻撃を仕掛けるのか、この辺がねまだまだこのチームはっきりないと思うんですよ。それから守備もどうしても相手主導で守備を考えてしまうんでね、そうなると当然攻撃への関与って難しくなりますから、日本が自分たちが下がって、あるいは自分たちが相手がやりたいところでサッカーをしてあげた時間だけがやはり良くなりましたよね。ですからそれではなかなかそのまま行っても次は難しいと思うんですよ。で、日本のは自分たちの指導の中にあった、そしてそれを見つけていく、これ一つこの試合を通しながら勉強になってるんじゃないでしょうかね。ただこれゼロで終わること大事ですよ、いかに無失点で終わるか、はい、渡辺アナウンサーからも報告がありましたが、キャプテン宮本を中心に声もよく出ているということ。日本、さあここはどうだ、奈良崎バーギは高いボールしっかりと、簡単そうに見えて相当難しい判断が今奈良崎に要求されたと思います。アレックス逆サイド手を挙げている、てます、ね、あれは遠藤か、フィニッシュ、うっと横パスがカットされた、これはピッチ、リキキーパー宮本のクリア、助かった日本。いや、よく宮本、それから今奈良崎はよく飛び込まずにね、ついていきましたね、よく我慢しましたね、ただやっぱり福西ね、ここは慎重に行かなきゃダメです ね、 そうですね、危ないですよ。横パスをカットされた、そこが起点になってしまいました、福西のミスからでした。いざとなればこうして力、行きましたね。しかし奈良崎飛び込まずによくついていったという風間さんのお褒めの言葉でした。この時間を稼いだことで宮本のカバーが間に合いましたからね。なるほど、中国しかしコーナーキックです。日本まだピンチはついています。ボンバーヘッド中澤のクリアです。しかし先にオフェンスのファウルがあったようです。日本ボールに変わります。激しい声がベンチから飛んでいます、チーム監督、そしてその声は鈴木通訳の声を通してピッチ上のイレブンに伝わります。まあでも一番近いサイドにいるアレックスは同じポルトガル語で意思の疎通ができます。42分30秒経過しています。日本対中国2対0、日本が2点のリード、久保の2ゴール、遠藤、小泉派が前に出した、ここは中澤対力ギリギリ、お互い袖を掴みながら、ここも戦いですよ、本当に、これが通る、やった、上がってきましたね、山田の上がり、はい、中央久保1枚、本山も出したがすぐ走ります、逆サイドアレックスも空いているが山田は溜めを作る、
山田小笠原後ろにエンド、スルーパスを狙った、足に引っかかった、陽白の足でした。福西が何回かね、前線飛び出してますけどね、はい、何かこう J の各クラブでそれぞれの選手がやっているいいところがきっちり融合されているような、はい、後半はだんだん出てきましたよね、はい、福西もああいう前線へのプレーというのもジュビロでもやりますし、もそうですね、元山のこの人も切れ味、はい、元山左足で出す、久保スルーの形か、小笠原クリアされる、あるいはここは1センチ1ミリの攻防だったかもしれません。あの声がかかったんでしょうけどもね、久保ね、後ろから小笠原の声がかかったんだと思いますけども、もう1点自分で狙ってもね、面白いんですけどね、フォワードですから、はい、なかなか日本に怖いフォワードが言われないとつい言われてしまう不本意な状況の中で久保達彦ここにあり、今日のゲームでは少なくとも存分にアピールできたのではないでしょうか。福西、小笠原、いいタイミングがありますね、遠藤です、久保、ちょっとだけですね、もう少し早く戻ると、はい、今の準備ができましたね、ボールに対して元山がカットを図ります。しかしここは長春鉄から右に開いた義信です。そして定置、中澤のファウル、中国ボール、中澤が出て宮本が中澤の後ろのカバー、そして山田がね逆サイドまで戻ってますんで熱いですよね。さあ手元の時計45分を経過、ロスタイムに入ります。後半のロスタイムは3分という表示です。今第4審判マレーシアハミドさんが3という電光表示を場内全体に指し示しました。宮本のキャプテンシーリーダーシップ、あれですね、跳ね返したいですね、はい、先ほどはやや危なっかしいシーンがありましたが無失点でしのげるか日本。長春鉄から入れたボール、中澤が競りました。こぼれたボールを角回答、コーナーフラッグ際、しかしここは小笠原、体を当てていった義信のファールです。小笠原もよく戻りますよね、いろんないいところにね、はい、しっかり守備してます。今日のこのゲーム実は、まあ、司令塔的な位置に入る小笠原、はい、相当そのなんて言うんでしょう、重圧というのはあったと思うんですが、いかがですか今日のゲーム。どちらにしろ今トップ下という言い方は、ね、どうか分かりませんけど、私ついそうしてしまいますが、ちょうどフォワードの後ろにいる一番近いところですね、こういう狭いんですよスペースが、ですからなかなか働きにくい場所ではあるんですけれども、逆にさっき言った通り自分が攻撃ができなくてもその分こういうふうにしっかりねプレッシャーをかけて逆に相手を苦しめている、この両方できるというところがやっぱり小笠原の強みじゃないでしょうかね。あれだけマークに疲れていてもしっかりと午前立てはできる、はい、スペースも作ることができる、ディフェンスでも貢献する、ものすごくチームの中では重要な役割をしてますね、はい、同僚の信頼も一層勝ち得たような。久保、元山、中澤、遠藤、元山、そうですね、福西、プレッシャーから逃げるのはいいですね、無理に突っ込んでいくことはない日本、ロスタイムにすでに入っています。遠藤から福西、山田を使います。山田、元山クロスにした、この辺の感覚がね、今元山はキーパーの前を狙います。カウンター来るか、相手の力に対しては今坪井がきっちりとついていました。自然のリスク回避もここはしっかりとできていました日本。ロスタイムは3分表示でした、あと1分を切っている計算です。初戦を今2対0日本がリード2点の状態ですが、風間さん、初戦をホームでこの大事なタイトルのかかった大会まず勝つ、この大きさといったら大きいですね。それと、はい、やはり一番みんなが期待していたセンターフォワードが点を取ってくれた、しかも2得点ですからね、ここですけども、これによって本当に久保の自信だけではなくてね、この大会で自分たちは武器を持ったということをこのチームが思えるんですよね。これが大きいですよ。新たな大きな発見、ターニングポイント、はい、壁を一つ乗り越えた、いろいろな言い方はできるんでしょうけれども、はい、さあその久保、小笠原、アレックス、3分を過ぎました。中澤、
試合終了。東アジア選手権ホームでの第1初戦、日本対中国、日本久保の2ゴール、きっちりとまずは初戦勝利。よく戦いました。まずは日本初戦、国立競技場。これは本当に何か途中ややんっていうシーンも、確かに風間さんがご指摘の通りあったことはあったんですが、352というジーゴジャパンでの初めてのシステム、そしてまあセンターフォワード、今おっしゃったきちっと点を取れた、それから小笠原という存在もきっちりと仕事を果たした、ディフェンス3バックも悪くなかった。インタビューが始まりそうですね。ジーゴ監督に来ていただきました。本当にいいゲームでいい結果だったのではないかと思いますが、grande partida. O Japão teve ótimos momentos durante o jogo, boas oportunidades de gol. Eu acho que mereceu ganhar, procurou a vitória a todo instante, está de parabéns. 常に、まあ、勝ちを意識してですね、一定の力がゲームの中でいろんな形で出せたというふうに思います。でやはり点を取るということにね、やはりチャンスを作り出すということに、あるいは貪欲だったということで、やはり勝ちに値する試合だったというふうに思います。何か新しい日本の形ができたのではないかと。チームはクリアンドマクコイザノーガ、サービー、ブスカドビトアリア、サービー。Esse é o nosso espírito, a gente busca sempre as vitórias. Eu acho que é um time que treinou somente duas vezes junto e conseguiu essa boa apresentação nesse primeiro jogo da Copa.本当に、ね、練習、まあ、3日間ぐらいしかなかったんですけども、やはり勝ちを意識した戦いというかね、あるいは今の駒の中でということで、まあ、非常に選手たちの意欲、意識の問題もいろいろあってね、非常にいい形で、仕上がっているというふうに思います。次もいい試合を期待しています。ありがとうございました。おめでとうございました。ハンボン、ありがとう。監督でした。というジーコ監督のコメント、風間さん、改めて一言。そうですね、やはり選手の貪欲な気持ちというのがありましたけれども、これ非常に良かったんじゃないでしょうかね。はい。国内組でスプリット十分に、勝ちを意識した戦い、しっかりとできた、そんなこの国立競技場、初戦の日本だったと言えると思います。さあ、次は香港戦が日曜日、そして日韓戦も控えています。東京国立競技場から解説、風間弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。東アジアサッカー選手権2003。